難しいっすね。できないっすね。できないもんっす、意外と。だから、やっぱり全然違うんだ。違うっすね。距離感が全然わかんない。まあでも、いいじゃなかったけど、いいじゃないっすね。聞いてたよ。見えないっすね。いや、結構強いやん。強いっすね、強いっすね。強かった。いや、やられましたね。めちゃめちゃボクシング難しいな、マジで。クラッときた。いや、クラッと揺れてやない、一回も揺れてやない。Thank you. むずいっすね。悔しいな。むずいな、マジで。マススパーリングって聞いてましたからね。いやむずいな。悔しいな、なんか。初めてのボクシングの経験。そうですね、うん。別物ですね。別物。ぶっ倒したかったですからね。強かったですね。最初軽くやるって言ってたのに、はい、お互い結局、はい、拳を交えるうちに本気になっちゃうっていう。うね、戦う男の差がっていう。いや、でも楽しかったっす、ね。楽しかった。よかった。もうちょっとできるかなと思ったんですけど、ね、ちょっと初めての経験でよかったです。はい。いい経験で素晴らしかった。メイウェザーもちょっと空気に飲まれたところありました。いやいや、むっちゃ上だもん。トライフォースやってるのとわけ違うからな。確かに。うん、こういうことっすよね、海外ので。いや、そういうことだよ。なんか競技が違ってもでもいい経験になる。いい経験だよね。誰も買いっても声援はないからさ。この予想外のその何も伝わらない感じがね。素晴らしかったでもね、大したもんだ。まあでもなんかこれも一つのプラスに変えて、ね、はい、めっちゃいい気になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。最高です、最高です。最高です。ほかい、アガマン。 So, he's the most famous rising fighter. Kai Asakura. He is? Thank you very much. Yeah, he's a good opportunity. MMA fighter, but he's never fought boxing. It's his first time doing a pure boxing sparring, and he won the last one. Okay, well, what I have to say is this. He's very, very tough. And we over here at Mayweather Promotions, as well as the Mayweather Boxing Club, is very proud of you. You showed that you can fight back, you're not a quitter, and you represent Rising. And of course, you know, Rising is family. I've done business with Rising now for so many years, so probably 5 years. We are gonna come over to Japan to support you. We wanna see you continue to go out there, win your bouts, and be the best that you can be. My guy right here, we're proud of him. Rising is number one. まあ、とにかく本当に、できちゃいました。ありがたいですね。まあでも、なんか、すごくハードな洗礼だけど、愛のある洗礼だから、良かったと思う。いや、いい、めっちゃいい経験でした。これは、本当に。もう一ラウンド行かないのかっつって。いや、でも。最初は、うちのジムで、最初はそんな話してないんだよ。誰も俺たちも聞いてないんだけど、うちのジムでスパーリングやって、それこそ、道場破りに来るんだら、3分3ラウンドだったって。やればよかったっすね、もう一ラウンド。まあまあ、それはソフトで言ってたんですけど。ソフトで言っといて、会を騙したみたいになる。いや、そうなんですよ。それがすごい申し訳ない。いや、ソフトは絶対あるんですけど、向こうそんな気になさそうだし。僕も思い切りゲームだったんですから。会議最初はゆっくりやってる。分からんもんな。そうだから、これで3ラウンドやって、なんか、話違うんですけどみたいな。話違うんだけど、すいませんみたいな。それが申し訳なかった。いや、でも、いい経験になりました。めちゃめちゃ。よかった。ボクシングの洗礼を終わりましたね。なんか、難しいっすね。全然また違って。違うんだな。近い競技だけど、やっぱり簡単じゃないっていうね。簡単じゃないです。まあそれはそういう意味ではまたボクシングにもなんかねトライする機会があってチャレンジしてもいいし、まあ本当に
ラスベガスに来てる間とかは本当にメイウェザーのこのジムでトレーニングさせてもらってもいいと思うよ。はい、うん、まあいい出会いにしましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。